今日は高野豆腐と玉ねぎと人参、人参こんなに使わないと思う。多分でかいのと小さいの2、3本とピーマンと、よっこいしょ、重たい、よっ、でかいきゅうりを使って作ってきます。きゅうりは昆布だしと醤油とみりんを少しでクタクタに煮ました。なんか冬瓜みたいな感じになって美味しくなります。また高野豆腐、今回も高野豆腐に昆布だしを染み込ませたやつを軽く絞って、ちょっと片栗粉をまぶして揚げ焼きにしてきます。人参、玉ねぎ、少しごま油、これぐらいになったら甘じょうゆを入れて、からドーン絡めて終わり。はい、完成。今日の晩ご飯は高野豆腐の甘酢醤油炒めと、きゅうりのとろとろ煮、こちらは冷やしておきました。こんな感じで以上です。暑い。